皆さんこんにちは。今回は、原石を最大1900個ゲットできる、原神イベントの紹介です。はい、こちらですね。こちらは原神とツイッチのコラボみたいな感じで、規定時間配信すれば原石がもらえる、というイベントで、一応人数制限はついているのですが、人が来なくてももらえた、という動画や、Twitter 等で何回も見たいので、動画にしております。無言配信でも OK なので、もらえなくても実質ローコストハイリターンのイベントです。ちなみに、前回は最大1万3000ドルだったので、少し減りましたね。原石配布数は変わってなかった気がするので、上位者以外関係なし？そして、同節多くて3名の無言過疎配信を続けていましたが、なんと、750原石もらえちゃいました。マジで無言で、YouTube でも宣伝してなかったので、やらせではありません。では、イベントの概要です。はい、まずイベントページからエントリーしてください。概要欄にリンクを貼っております。ここにキャンペーンルールについて同意があるのでお忘れなく。で、エントリーが完了すればとりあえず第1段階終了。続いて、メールアドレスとの紐付けが必要になります。メールアドレスは、ホイオラブから、アイコンから、プライバシー設定からメールアドレス管理ですかね。アカウント設定の方で、通行証 ID とメールアドレスの紐付けも必要。一応どちらもメールアドレスが登録されているかチェックしましょう。第2段階終了です。あとは、配信するだけなので、その前に注意事項やらを確認。はい、まず、1の A と B はここまでのことを指していて、1の C、アメリカ、ヨーロッパ、アジアサバのアカウントの方限定です。続いて、配信で放送時間報酬をもらうための最低配信時間は6時間以上です。さらに、配信カテゴリは原神限定です。プレステはほぼ自動的に原神に勝手に割り当てられます。次も重要です。3月1日朝1時より前にエントリーした方と、それよりも後にエントリーした方で判定が始まる日が違います。まず、3月1日朝1時よりも前に登録した方は、アプデ後から配信できます。ですが、それよりも後に登録した方は3月4日朝1時以降に配信する必要があります。お忘れなく。3は配布通知が放送した次のバージョンの終わり際とかに来ると思うので、そこから30日以内に配布で、結構先ですね。で、不正行為や放置プレイはやめましょう。最後、リーク行為はするなよって感じかな。続いて、原石報酬について。こちらは、まず配信を期間内に配信してもらえるものと、1週間に規定時間配信をして、原石をもらう2パターンがあります。ですので、最大数をもらおうとしたら、30時間放送をしつつ、毎週3時間以上の配信が必要になりますね。右のウィークリーの方は、1週間に3時間配信しても、カウントは1だけなので、注意です。続いて、配布数の上限についてです。こちら、配られる原石には上限があります。ですが、意外ともらえるようです。上限を超えてしまった場合は、上位配信者から優先されるのですが、はっきり言って、最上位、環境配信者は3000名もいません。30時間報酬は厳しいかもしれませんが、12時間報酬の1万名様のラインは、かなり現実味があると思います。多分ですが、視聴者が少ないチャンネルの数が多いので、ビビたる差でもらえたりもらえなかったりは十分ありえますが、やってみる価値はありますぜって感じですね。ただ、一応データ的にもらえる確率は高いだろう、と思いますが、確約はしません。確率が高い、ということで留めておきます。続いて、こちらは視聴者側としてもらえる報酬です。こちらは、エントリーと同じページで下にスクロールすると表示されます。配信を、15分、30分、60分、90分、120分。見るたびに、報酬を受け取っていき、最終的に原石がもらえます。合計5時間ほど必要ですかね？こちらは、30万名様限定。ちなみに、こちらはほぼ最終日でも残っていたので、ほぼ確定でもらえます。言い切れるくらいには、確定度は高いです。iOS はアプリとサファリ等を経由すればどうにかもらえるらしい。
一応前回、サファリの Twitch ページで、デスクトップ版に切り替えれば、受け取りはできました。参加には、アカウントの紐付けが必要です。Twitch と原神を紐付けておきましょう。こちらは、アプデ後から開始です。期限はアプデ後からです。3月21日までですね。それでは、ここから公式お問い合わせを確認して、その後、各プラットフォームの配信方法をレクチャーします。まず、大事なものは UID は必ず表示が必要です。隠すといけません。続いて、19、キャンペーンメールが来ていなくても、エントリーができていれば、参加完了となります。一応期間中に2回くらいメールが来た気がするので、参加したのに期間中一度もメールが来なかった場合は、諦めることになりそうです。一応お問い合わせはしてみましょう。それでは、各プラットフォーム配信方法を紹介。他にも QA あるからみんな熟読してね。大事な部分はすべて紹介したはず。大前提として、Twitch への登録が必要です。海外向け、というか全世界向けプラットフォームなので、登録方法は特に迷わないと思います。では、登録後の配信についてです。まず、PC の配信方法について。まず、画面右上のクリエイターダッシュボードをクリック。その後、出てくる画面で、左の欄の配信ツールをクリックすると、なんか、配信ソフトがいろいろ出てきます。自分は左から2番目の OBS を使用していますが、一番左の Twitch Studio が今回きりならおすすめです。余談ですが、ヨウツベと Twitch の同時配信は、Twitch 側で収益化する前なら問題ないと言われています。ですので、ヨウツベアーたちは OBS 使って Twitch でも配信すると良いかもしれません。ちなみに、その場合は OBS で配信中録画する機能が使えなくなります。ということで、一番左の Twitch Studio をダウンロードすると、ブラウザでログインしてると自動ログインなのかな。その後の流れですが、この辺の初期設定は、画質やらなので各自に合った設定を。で、こんな画面になるんですが、適当にフルスクリーンのゲームを起動すると映し出されてるはずで、ゲーム画面の方へ移ると、画面に、Twitch の視聴者数とか表示されるようになります。で、キャプチャがうまくいっていないときは、ゲームプレイの1個上の項目をクリック。そこをクリックして起動してるゲームを選択しましょう。ゲームを開いたり閉じたりも効果的。その後、下の配信を始めるをクリックして。だいたい、原神が映ってれば原神になっていますが、カテゴリの部分を原神にすることが必須条件なので、配信前や配信後でもしっかり変更しましょう。で、右下のライブ配信をクリックすれば PC は完了。次、一応 OBS も。はい、設定をクリックして。配信を選んで、サービスから Twitch を選択。その後ログインすれば、配信設定は終わりです。画面はここのプラスの部分をクリックして、フルスクリーンアプリかゲームアプリを選びましょう。その後原神を選択すれば良いです。Windows 11で表示されない人は、原神と OBS を、右クリックから管理者として実行すればいけます。初歩的な部分はこんな感じかな。音量については、プラグインとか入れてない場合は、ミクサーの部分からできて、無音の人はマイク音をミュートすることを忘れずに、ゲーム音はデスクトップ音声に含まれるので、音が出ているかどうかは、そこでも確認してください。OBS で配信して、特に設定も何も出なかったら、Twitch のクリエイターダッシュボードから、左端の欄の配信マネージャーを選び、配信情報の編集を選び、カテゴリが原神になっているか確認、なっていなかったら設定してくださいね。では、スマホ。まずは、Twitch アプリをダウンロードしましょう。その後、アカウント登録方法は同じです。で、それが終わったら画面上部の一番左の四角いやつをタップして、ゲーム配信を選択。カテゴリを選んだ後に、配信情報の編集。
そこで、カテゴリーを厳選にしましょう。コメントとかを表示するのは配信通知の部分かな？ちょっとその辺はわからんので配信方法のみと思ってください。また、Twitch 以外の配信は切って配信することをおすすめ。配信開始をクリックするとこんな画面が出て、開始をタップするとカウントダウン後に自動で配信が開始。スマホの画面録画と同じ機能で、開いてるページがまんま配信されるので、そこは注意してください。また、配信終了は画面下からスワイプしてこのページを出すか。再び Twitch のアプリ開けば終われるかな。とりあえず、Android はわからないんですが、公式ページで同様のアプリ、みたいな書き方だったので、ほぼ同じやり方でいけるはずです。プレステに関しては、SHARE を押して、Twitch を選択してログイン。こちらは、カテゴリー選択ができないので配信を。ブラウザ等で、原神のカテゴリーを選択する必要ありです。初めて連携するときは、QR コード読み込みか、指定コードを打ち込みってなるんですが、ふとプレステを、Twitch、TV アクティベートのページにアクセスしてキーを入力ください。プレステから配信する場合は、特にこちらから操作できることはありません。ゲーム音とマイク音量のバランスは、各自配信後にしてください。カテゴリが原神になっているかは要チェックです。最後に OBS から同時配信する方法。大前提として、Twitch で収益化していない方限定です。配信の方は、YouTube にすでに接続してると仮定します。で、録画の種類の部分をカスタム出力に変更し、ファイルパス、URL の部分に、URL とストリームキーの間にを入れたものを入力。すると、録画開始を押すと Twitch で配信されるようになります。ただ、その場合は Twitch の方でカテゴリーが原神になっているか各自チェックください。また、外部プラグイン使えば同時配信しながら録画もいけそう。ただ、説明長くなるんで今回はこれだけで。ということで、配信方法でした。それでは、最後に少し再確認して終わりましょう。エントリーはできるだけ早く。一応運営から QA もあるので、そちらも確認した方が良いと思います。動画の尺で一部割愛したんですが、結局、こういうのってやって初めて出てくる疑問もあったりするので、初歩的な部分には答えられるので質問あれば返信します。ただ、アプデ後は忙しい可能性が高いのでお許しを。以上です。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。